それでは続きまして中堅中小建設企業部門マルタイトボク株式会社様ですよろしくお願いいたします、えー、ただいまご紹介いただきましたマルタイトボクの国内外の営業統括をしております小出隆一郎と申しますよろしくお願いいたしますこの度は大変名誉あるジャパンコンストラクション国際賞にご選定いただき誠にありがとうございました今回の受賞の栄誉を励みとしなお一層の研鑽を積み重ね 精進し微力ながら社会貢献にも寄与したいと考えておりますそれではプレゼンテーションに入らせていただきますまず弊社の会社概要ですが東京都江戸川区に所在し1962年より創業60年の会社です会社の特徴としては基礎工事に関する多種多様の施工機械の保有台数がトップクラスであることそして会社の特徴,を特徴を的確に体現した二つのフレーズがあることとなります まず、施工機械の説明ですが、ベースマシンとして大型の三点指示器が21台、基礎工事をクローラークレーン50トンから500トンを51台保有し、アタッチメントは高性能油圧ハンマーを30台、高周波油圧バイブルを23台を保有しています。写真中央の PVE-90VM で、可変モーメント式超高周波油圧バイブルでは、世界最大級となります。 右の縦長の写真は、弊社が特別発注しました油圧ハンマー S350 です。いずれもオランダ製となります。体型、長尺具の施工や大規模工事に対応し、さらなる設備投資を計画中です。次に、当社のビジネスマインドのフレーズですが、一に、心身ともの健康を合言葉に健康経営を目指し、二に、これで安全か、採算はどうか、機械を大切にしようで、 自ら考えることを推奨しますそして当社は技術力と豊富な経験を持つスタッフがいてその技術力を経験を発揮できる機会を保有している会社です当社の特質した技術力はこの三点となります一にこのような形状の日本固有の技術である交換焼いた5つ基礎の確実な施工力日本製鉄様とコラボレーションした 引き抜き抜可能で無配慮無振動の高支持力回転交換具 NS エコパイル3に打撃工法のウィークポイントである騒音に対しての約マイナス30デシベルを実現した簡易的で高性能な油圧アンマー防音装置エコハウスおとなしくん等になりますそして当社の海外工事の実績は1973年から革命家のあるイランでの IJPC 工事に始まり ご覧ののように28の国・地域を選ばず,選ばず施工を展開ししてままいりました直近ではバングラディッシュの橋梁工事を中心に2017年から19年施工のカチプールメグナグムティの3橋2021年から23年施工のバンガバンドゥ鉄道橋工事この2現場は交換屋板井筒基礎構造で合計54橋脚2710本の交換屋板を脱設してきました。 いずれも難易度の高い施工条件の工事であり具体的には体系でファイ1300から1400長尺区位79.2メートルである季節によって河川の流速流量が大幅に変動する設計最大潜掘深度 -40 メートル等々の条件下で確実な締め切り打設長の確保を実現してきましたこのような一定の作業技術の移転と日本式の安全・工程・ 品質確保を実践ししてきました最後になりますが、当社はまだ明確な海外拠点を持たない会社ですが、海外工事に継続して携われるのは、関係官庁をはじめ、元請け各社様、皆様、その他関係者の皆様のご理解とご支援をいただいたおかげであります。改めて感謝を申し上げるとともに、今後も引き続きご指導、ご鞭達をいただきたくお願い申し上げます。以上をもちままましししてごご説明終了いいたたすご清聴ありがとうございました ありがとうございました。